はい、どうも、お疲れ様です。クレポンです。ローグストまずやっていきたいと思います。今回使うキャラは前回出たプレストということでね、レベルを7まで上げてきました。こいつがね、意外と使いやすい。意外と使いやすくて、スキルがね、まあなんせね、役に立ちますね。こいつのスキルっていうのがバリアを張るんですけど、まあ短い間なんですが、まあ、敵のね、弾を防ぐことができるというようなスキルになっております。これはどうなんだ？どういう風にいく？ちょっとやってみましょうか。これはこんな感じで弾を防ぐことができるというね。弾を防ぐことができるんですけど、まあ、火炎放射器はね、若干ね、射程がちょっと短い。で、ちょっと、なんかね、妙に、出方に癖があるというか、まあ、使いにくいわけではないんですが、なんかちょっとね、気持ち癖があるようなキャラかなと思います。で、火炎放射器のエフェクトが強すぎて、弾がね、見えないんですよ、敵の。そこが本当にね、厳しい。パナンとか言ってる間になんかすごく金めっちゃ手に入ったぞ。これで、ここ待って、あれ開け、どうだろう。これ開けるべきなのか？開けてもいいような気がするんだけど、ちょっと開けとこうか。あ、待って、あれは。いいやつ？これ。周回シールド生成。え？すごい。反シズタッチ反射器。これで体力回復きたらかなりいいんじゃない？ゴールドか。しかも100、待ってさ、あれ、200払ってあれはないな。体力回復きた。オッケーオッケーオッケー。このバリアが、バリアは何なんだ？危な。待て、これこの位置でこいつと戦うのは厳しい。すごく厳しいもんがある。戦いづらい。撃たれたらあいつが弾を出した瞬間にも当たってるみたいな状況。あそこどうやって行くんやろ。前か、あ、こうか。あれ、待って、あれゴールで開くやつやろ。開けれるぞ、開けれるぞ。どっからか開けた方がいいのか、それともちょっと待った方がいいのか。せっかくやけ、まあちょっと開けとこか。ドガンズガガン、ダッシュすると敵が叩いて知る。これはいいのか。あんまダッシュ使わんけどな。ああ、そういうことね。ほら、見にくいでしょ。なんかすっごく見にくい。僕だけか、これ見にくいと思うのは。ちょっとけ、この毒ガスがいい。いいね、いいね、いいね。体力マックスまで回復してないか、まだ。まだか、マックスなってないのか。オッケー、オッケー、オッケー。あら、こいつは死なかった。あれで弾け飛ぶかと思ったのに。こっちには、経験値。これは取っておきたいな。はい。足りなかったな。まあいいんですよ。リチャージがね、すごく早いんで、このスキルが。危なくなったら使うっていう感じで、やってていいと僕は思っております。おっと、危ない。危ない危ない。こんなに弾を出されるとちょっと処理しきれん。私の腕では処理しきれんなる。
来ないか。これで、あんまりダメージ的には入ってないんやな、あの毒ガスは。すごく効きそうな感じだと思ったけど。まずガスされた、当たってもうた。危なくなったら使っていこう。よいしょ、これを取らんとく。うわ、危ない危ない。重なってたのか。意外と使えるのか、このダッシュは。このなんか低反動なんとかっていうのはどういう意味があるのか、それがいまいちよく分かってない。あー、どうしようかな。これ使わんとこか。あ、間違った。いつもダッシュとこのセカンダリの武器を間違えるな。爆弾は先にちょっと処理しとこう。意外とね、気づかんとこでダメージを受けてしまうことがある。ボスの部屋ね。どうしよう。あれ開けてしまおうかな。あれを開けるのか。開けてみよう。ラケット？ダッシュする。お、待って、これすごいやん。弾をそらすことができる。待って、ということはダッシュの無敵時間があれば上がったらだいぶ違うんじゃないのか。はい、これどうくる。これで、これなかなか結構難しいな、これ。そらすっていう、むやみにこう使わん方がいいような気がするな。避けるときはダッシュでやったらいいよっていうぐらいかな。しゃしゃしゃ、これはノーダメージいけるんじゃないのか。ピー、いいねいいね。体力もマックス。なんか良さげなアイテムを発見。これは初めてや。チクチクオーブダッシュした。おお。えらいダッシュが強化されるね。よっしゃ。さあ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 。このままサクサクっとステージにもクリアしたところ。バリアが先についてるぞ。マグ敵陣にバリアが先についていた。オッケー。ゆっくり行こう、ゆっくり、じっくり行こう。意外となんかいいのが出ているような気がするから。これは爆破させておいて、爆破させておいて、鍵は未だに持ってないんやな。危ない。オッケー。この中入って、オッケー。危ない。あのバリアさえ壊せば楽や。あのバリアすごくうざいからね。あ、
これは開けれないな。よしよしよし、先進もう、進んでいこう進んでいこう。敵こいつばっかりやったよな。もう倒しやすい。どうするどうする、先にここ壊して、どのタイミングでここが開くか。これすごく待って、めっちゃいいやんこれ、ダッシュしたら。うう、え、ダッシュ無敵じゃね。これでビリビリさせちゃったらもう、これはすごいやりやすいんじゃないのか。ダン、いいねいいね。意外とダメに入らなかった。いいぞいいぞ。そっか、どうしよう、どうせ金的ガードやろ、手に入るの。ボン、ダッシュダッシュダッシュ。オッケー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 、いい感じいい感じ、すごくいい感じ、めっちゃいい感じだと思う。いいねいいね。あれあれ当たった、あれ。お、金的カードかと思ったら違う。野人のプレステル、野人のって何なんだ。合計ダメージは 5% アップ。野人が作ったプレステルか。よいしょ。ダッシュはあれ、まあ連打できたらまあ良くないけど、結構連できるようでできないような感じか。いやでもちょっとこれ出していいだな。お、鍵や。今更鍵出てきやがった。装備は整っているし体力もあるから、あそこは開けなくていいわ。どうしよう、ボス？まだか。うわー、やまった。回復の量の少なさ。燃えろ燃えろ燃えろ。なんか新しい武器欲しい。セカンダリが、あ、体力と経験値か。お、レベルアップした。再びここでレベルアップ、再びここでレベルアップ。いいねいいねいいね、いいぞいいぞいいぞ、気持ちがいい、爽快感抜群。いつも苦しめられる奴らがあんなに簡単にやっつけれると。オッケーオッケー、かわいいやつやな、なんか平和な世界やな。これは取ったら危ないな、ここは危ない。取りたいところやけど、取ったら死ぬ可能性大やもんな。
き逆宝箱があるやないの。OKOK。あ、ベーコンさんや。ヒューマンロイスか。ベーコンではないな。あ、勝手に死んだ。うぅ。ちょっともう危なかった。無駄に体力を使いたくないとこやった。とりあえずゴールドは回収しとこう。この上は行ってるから。なんかパッドが調子悪いな。妙に。うっす。宝箱取るために20も HP を失ってしまった。危ない。うわー、ちょここに来てダメージを追い出した。当たらん。これ欲しい。ちょ、待って、こんな。待て、パニクった。焦ってパニクった。お、うわ、鍵使ったらもったいなかったな。ここで、まさかあんなところにロックがあるとは。そして、ここで鍵が出てくるんだって。違うか。さすがにそうはいかんな。まあ、ここに何もなかったな。ジーヌランチャーがあった方がいいやろ。あのフローよりは。この下ボスもボスではないけど非常にまずいところや。お、これ待って、ショップやめました。違う、待ってロックや。オッケー。鍵使ってあそこ取り行こう。お願いだ、騎士改正のアイテム来てくれ。ここでこのロックじゃない鍵が出たのはかなり運命的そんな気がする。体力回復して来い。経験値、まさかの経験値か。どうしよう、これを開けとこうか。回復か。これはいらんな。あれはいらん。できれば武器が欲しい。そろそろあれ開けるか。何来る？たあ、回復ばっかりやないけ。もういらないんだって回復は。これちょっと爆破させておこう。ここの下は？お、あいつはもうしゃあない。え、待って、ムーンライトクローしか出ないけど。マジか。出んでいい時に出やがるな。え、待って。おっとっとっと。
危ない危ない。どうしよう、 GN ランチャーでいけるか。いやでもムーンライトクルーよりこっちの方が絶対いいはずや。よし行こう。おドレッドボーカーになってる。ちょ待って、ボスが違うぞ。ちょ待って待って待って待て、どうなんどうなん、これは強いのか。体力回復した。これなんかあんまり強いイメージがないんだが、これはいけるぞ。でも硬い、やけに硬い。うっ待って、あの自爆弾がうざいな。これでちょっと待てよ、どこがこう、ここか。でこうして、いける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 。こいつはあの飛行船のやつより倒しやすいぞ。当たった、いける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 、いけるやで、いけるやで、これはいけるやで。75、うわ、危ない。しょしょしょ、回復アイテムが出るのがすごい嬉しい。これで、はい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 、ザコはダッシュでやっつけて、あの弾もダッシュで避けて、オッケー。これはステージ2クリア、ステージ2クリアやきね。これは何、ボロボロの弾薬箱、弾薬袋か。時々足元に嫌いを設置する。なるほど、ボロボロやから穴開いてるのかな。お、そう、ブラートブルーブルースト。よっしゃ、ステージ3、さあプレステのバリアがいいね。いや地味にあのダッシュがすごく効いてる。お、8200いった。何来る何来る、パーク、あーホットコーヒー圧縮機。50ゴールドを獲得よりはこっちの方がいいな。今あるあのパークを強化したい、できれば。今あるやつが有用やったような気がする。すごくいいのがあった。さてさて、あの飛行機自爆弾のやつには触れずに置いておこう。ちょっとうざそうなの。これはポン、お、なんか待って、こいつ今までのやつちゃうやん。ちょっと待て待て待て、弾撃ってくるやつが増えたな。ちょっと自分の攻撃が邪魔で見え。あぶね、危ない危ない、当たりゅう当たりゅう、危ないっていうか当たりゅう。いい、あれへこいわ、あれへこい。この魚マジでマジでうざい。体力回復したいな。体力回復しておいて、
鍵は1個持ってるのか。どうしよう。ああ、うぜ。非常にうざい。なんとかしのいだ。えっ、うわ、ダッシュが、このオイルの手でダッシュができるのか。なんやなんや、あの黒いのは。体力回復したのはかパーやないか。あいつがオイル飛ばしてきるのか。うざうざいうざいうざい、非常にうざい。オイルがうざい。どうしよう、先に進めようか。この飛行機がうざいな。この飛行機がちょっと厳しい。非常に厳しいと言ってもいい。こいつはよ、心癒される存在、あの爆弾野郎は。オッケー。サボテンだ。ダメージを受けるためにスパイクボールを敵に向かって振りまきます。ダメージを受けるたびにか。ダメージ受けたくないな。嫌なやつやな、こいつ、本当に。お、ショップ、何も買えん。金もないから、それ負けれない。そして、ピンチ。この敵。いけるか。意外といけたな。埋まるの、壁に埋まるのやめてもらいたいね。まあもう、もしもし。お、なにこれ。あ、スパイクボール？あれがスパイクボールか。あ、鍵。どうしよう、鍵。まあ、ええわ。行ったらまたダメージ食らうから置いとこう。こいつが攻撃しそうになったら、タックル。いや、うざい、こいつら。ちょっと待って、へこい。ちょっとそれはないんじゃないですか。そ
それはないんじゃないですか。数がやばい、数が。もう一個か。ガトリングってなんだ。鍵に1個あるのはちょっと、待て、危ない。ここで復活したとこか。体力回復。ここではこんのかい。これなしとこ。さっきあれだけ出たのに。出てほしい時に出んな、ほんまに。ダッシュで駆け抜けてみた。なんとかなったな。オッケー。これでゴールド取ろう。取っておいて、体力を減らさずにこれだな。待って、あのカメはもしかしてあのバリオの、おっけ、来た盲目のカメ。これですよ、これがすごくいい。ちょっと待て、部活やった。待て、かなりやばい。体力を回復したい。ジークスランチャーはいらんぞ。もうこれも開ける余裕はない。この経験値欲しいな。ジークスランチャーにしとこうか。48か。どうだろう。もういっちゃうか。いっとこ。これどんなやつ。ちょっと待て。攻撃が当たらん。ちょっと待て。攻撃が当たらんのやが。ちょっと待て。攻撃が、これもひどい。
危ない、ここ危ない、あちょ待って当たった、待て、攻撃が当たらんて、ちょっと射程が、いや、あんなどっち避けるだよ、あんなバリがないと無理やねんけ、三大武器が解くとグループ弾を入手できる、あプライマリ武器がガトリングじゃねえ、何それ、え、すごい。はい。まあ、ということで、なんとかステージ3まで今日はたどり着きましたね。次回はね、また、ちょっとね、変わったことしたいと思いますので、またよろしくお願いします。ということで、それでは。グダグダ実況ご視聴ありがとうございました。これからもグダグダやっていきますので、チャンネル登録お願いします。ろくにつぶやかないツイッターもよろしかったらフォローお願いします。それでは、Enjoy games. またねー。